ではですね、昇圧中なんですけど、普通は 200kV のところまで切って終わった後ぐらいか割りかけで、EDX のですね、あの液体窒素入りが始まります。で、まあ自作のマニュアルがこう、あ、これ下のところは自作じゃないところもあるんで、ちょっと見せられない。ごめんなさいね。ちょっと映っちゃったな。まあ気にしないでください。もう忘れてください。自作のマニュアルの方だと、すぐ出てこないな。しまったな。いろんなのが入ってるからな。自作のマニュアルが、これは条件か。条件いっぱい頑張ってるんです、こうやってね、自宅で頑張ってるんですけど、まあこんなのはこれはまあいいとして、自作の EGX のマニュアルで今はですね、液体窒素入れるところのところもありますね。ちょっとやり直します。